引っ掛け問題っていうけど、はい、引っ掛け問題の時は試験のコツっていうのがあるんですよ、はい、これ私だけがもうすごいなんていうかなコンテンツ持ってるんだけど、はい、その正しい答えの時によく書かれてる言葉とか、はい、間違いの答えの時によく書かれてる言葉っていっぱいあるのね、はいはい、それちゃんと整理して覚えれば引っ掛け問題はかなり OK だよ。そう、なんか似てるあの答えあるんじゃないですか、うん、似てるけど、例えば何々することがあるって書いてあったら絶対丸なんでしょう、はい、あ、はい、で何々であるって書かれたら多分×なんですよ。である、この日本語の違いね、はい、それが違いが分からんこってやっぱり違いのある、ね、何々することがある丸、はい、何々する場合がある丸、はい、何々である×ね、すいません、すいません。そのところに先生が止まりますか。ちょっと書きたいんですから、このことで。はい。書きたい。何何することがある。いえ、それはね、書きたいです。ここで、これは勉強するときにしてください。ね、先生、ごめんなさい。いやいやいや、ごめんなさいね。例えば、これ、これ私のチャンネルね、YouTube。はい、登録してあります。このチャンネルの中に、はい、待ってね、ここで例えば試験のコツって、試験のコツわかんないけどね、はい、これで検索ね、はい、それを、あ、見れるんでしたね。これは私のじゃない、みんなやな。でここでほら私のビデオ、はい、試験のコツ上級編って、これが一つ試験のコツなんですよ、うん、あのチャンネルが登録してありますけど、ダメですか、それでも。これ知りたいなら、これ困る、ね、ほんでね、この辺にこの辺全部こう試験のコツなんですよ、これ。試験のコツ、私の YouTube チャンネルですね、それは。うん、だから YouTube でこの辺見てさ、難関資格が見えないんだって。登録してありますのチャンネル。よし、もう顔が見えてない人たくさんいるけど、はい、こんばんは。で、これはズームでやってるんだ。このリスト、このリスト、これ正しいパターンね。一番いい、あ、はい、原則としてとか、することがあるとか、することもあるとか、こういうの全部丸よって。そうじゃないでしょうっていう。はい。で、どうしてるねと思ったら丸に。今度悪い、間違い、こういう言葉があったら大体間違いよとかね、そういうのを私のコースで教えてるんですよ。わかりやすいのが常に、はい、どこの学校もここまで教えないよ。そうです、そうです。だから理解できんかったもんで、だこれはあなたあのウェブチューターね、2月から勉強するから、はい、もう全然問題ないよ、バッチリ。はい、ありがとうございます。はい、質問があります。はい、他に。はい、質問は？